はい、こんにちは。今日はウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。ゼレンスキー氏はロシア軍が攻勢をかける東部ドネツク州のアウディーユカについて、ここ数日でロシア軍は目を見張る損害を受けていると述べた。ウクライナ軍は20日前日の戦闘でロシア軍の戦車50台装甲車100台以上を破壊したと発表した。アメリカ政策研究機関戦争研究所は20日ロシア軍が兵の損耗を顧みずにアウディーユカに再攻勢をかけていると分析した。一方、イギリス国防省は20日アメリカが供与した長射程地対地ミサイルエイタクムスを使ったウクライナ軍の攻撃で南部ザポリージャ州のベルジャンシクと東部ルハンスク州の空港で計14機の軍用ヘリが破壊された模様だとの分析を発表した。ロシアは最先端の電子部品を欧米から輸入できず、航空機やヘリの生産や補修に苦心しているとされる。イギリス国防省はロシア軍が被害拡大を避けるため拠点を前線からより離れた地点に後退させる可能性があると指摘した。ロシア軍の輸送距離が伸びれば補給能力に影響を与えることもあり得る。このように報道されております。10月20日のアウディウカでのロシア軍の損耗の状況については次のような分析が出ております。10月20日過去24時間で1380人のロシア軍兵士、55台の戦車、120台の装甲車両および29門の大砲システムがウクライナ軍によって無力化されました。このように報告されております。アウディウカでロシア軍が甚大な損耗を出しているのではないかという報道は10月14日頃から出始めていました。アウディーユカ南部の戦況については10月14日現時点でロシア軍は完全に勢いを失い、ウクライナ軍の抵抗に打ち勝つ方法を知らないことは明らかである。一方、ウクライナ軍参謀本部によるとロシア軍の損失は再び1日あたり兵士1000人、戦車25台、装甲戦闘車両50台を超えた。このように報道されておりました。兵士約1000人と言いますと一般的に1連隊規模に相当します。また10月16日の報道ではこの4日間でロシア軍はウクライナ東部方面で特にアウディウカの方面と見られますが3000人以上の兵士を失っている、装甲車両を中心に200両近く、戦車でいうと100両ほど失っている。これはロシア軍は2個大隊から3個大隊が壊滅しているという意味ですと報道されておりました。つまりウクライナ東部に展開するロシア軍は特にアウディーカ方面だと見られますが10月13日から16日の4日間で3000人以上の兵士と、さらに10月20日に約1380人の兵士を失ったことになります。これら人数を合わせますと約4380人となります。これは1個旅団に相当する人数になります。つまりロシア軍は10月13日から20日の1週間で1個旅団相当を失ったことになります。特にアウディウカにおけるロシア軍の損害は甚大であると伝えられておりまして、これらを報道されているウクライナ東部でのロシア軍の損失のほとんどはアウディウカ方面と思われます。ロシア軍としては兵の損耗を顧みずにアウディウカに今後も攻勢をかける可能性が指摘されておりますが、いくら数の力を持っているロシア軍といえどもこのままのペースで攻撃を継続することは難しい情勢に直面する可能性が考えられます。ロシア軍のアウディーユカへの攻撃がウクライナ軍の戦力を引きつけることを意図したものだとすれば、それはおそらく失敗している。ウクライナ当局はすでにアウディーユカへの攻撃は戦力を引くための作戦だと認識しており、この軸にウクライナ軍が兵士を過度に投入することはないだろうとアメリカシンクタンクの戦争研究所 ISW は指摘した。もしかするとこの攻撃は引きつけの作戦ではないかもしれない。ロシアは単に冬の到来を前にして大規模な攻撃の機会が減少する中で勝利を収めようと必死になっているだけなのかもしれない。それはある意味筋が通っているものの実際には無意味な行為だ。 ISW は仮にアウディーユカを掌握したとしてもドネツク州の他の地域へ進軍する新たなルートが開かれることはないと説明している。だがロシアがアウディーユカを象徴的な価値のために狙ったのだとすれば、それはひどい誤算だった。多くの損失を出した作戦が始まって2週間が経過した今、アウディーユカが象徴しているのはロシア兵の犠牲と大破した戦車だけだ。攻勢の初日にロシア軍は撤退することもできただろう。 ISW の推定では
ロシア軍は少なくとも45両の戦車や装甲車両を失った。だがロシア軍は攻勢を続けた。中隊や大隊が全滅しても指揮官たちは気にしなかったようだ。この速い死傷ペースが続く限り、ロシア軍は効果的な攻勢をかけるのに必要とされる水準を満たせるよう新兵を十分に訓練することができなくなると、イギリス王立防衛安全保障研究所は指摘している。このように報道されております。他方、プーチン政権は年内にドネツク州を制圧する目標であると報道されております。これはプーチン政権として来年のロシア大統領選挙向けに、ロシア国内向けにアピールできる戦果を得るために年内にドネツク州制圧の目標を掲げたということが背景にあるとされます。つまり、もしドネツク州を年内に制圧するというロシア・プーチン政権の目標を達成するために、このままのペースでロシア軍がアウディーウカなどへの攻撃を継続するのであれば、ロシア軍は追加の動員が必要になってくる可能性が考えられます。他方、プーチン政権としては来年のロシア大統領選挙前に追加の動員などを行いますと、ロシア国内、ロシア国民から反発を招く可能性がありまして、追加動員というのは政治的リスクが大きいと見られています。プーチン政権は来年のロシア大統領選挙向けに、ロシア国内向けにアピールできる戦果を得るために年内にドネツク州制圧の目標を掲げたにもかかわらず、それがうまくいかず、他方で年内のドネツク州制圧の目標達成のために追加動員ということを行えば、ロシア国内、ロシア国民から反発を招く可能性があるという、プーチン政権自らが作り出した、そうしたジレンマに直面しているように見えます。つまり、プーチン政権は自ら作り出したジレンマに自ら直面し、そしてプーチン政権自ら困難な状況を招き、それによって政権の足元が揺らいでいるように見えます。こうした中、ウクライナ南部の情勢について次のような報道があります。日本時間10月21日夜、ウクライナ南部ザポリージャ州のロシア軍占領下のベルジャンシクのロシア軍飛行場で激しい爆発があったと地元住民が報告しました。大きな灰色の煙が立ち上る様子を撮影した写真が SNS 上に投稿され確認されております。今週初め、ウクライナはすでにATACMSミサイルを使用してこの飛行場を攻撃しました。このように報道されております。さらに、ウクライナ南部ヘルソン州ドニプロ川東岸では、ウクライナ軍とロシア軍の激戦が展開されている模様です。 ISW は次のように報告しております。原文が英語でありましたので、僕の方で和訳、要約させていただきました。ご了承ください。ロシア軍はヘルソン州のドニプロ川東岸で、ウクライナ軍が新たに奪還した陣地に補給と補強を図るウクライナ軍の努力を阻止しようと奮闘している。 BBC は10月21日、ドニプロ川東岸での地上作戦に携わるウクライナ軍関係者がクリンキ、ヘルソン市の北東30km、ドニプロ川から2km を完全に制圧するために戦っていると述べたと報じた。ロシアの軍事ブロガーは、ウクライナ軍がクリンキの陣地を維持していると主張したが、これらの陣地の範囲については様々な分析があった。ロシアの著名な軍事ブロガーは、ウクライナ軍がクリンキの南約 2km まで進軍したと主張した。別の軍事ブロガーは、ウクライナ軍がクリンキ全域を支配していると主張したが、別の軍事ブロガーはこの主張に真っ向から反論し、ロシア軍がウクライナ軍の破壊工作、偵察グループをクリンキの南郊外の陣地から追い出したと主張した。ロシアの軍事ブロガーらは、オレシキ北のアントノフスキー道路橋、ヘルソン市の南 7km、ドニプロ川から 4km とポイマ北のアントニフスキー鉄道橋、ヘルソン市の南東 10km、ドニプロ川から 4km 付近のウクライナ軍陣地にロシア軍が砲撃していると主張した。ある軍事ブロガーは、クリンキとピシチャニフカ、ヘルソン市の南東 12km、ドニプロ川から 3km 付近で戦闘があったと主張したが、ほとんどのロシア情報筋は、ロシア軍は主に航空部隊と砲兵部隊を使用してウクライナ軍をドニプロ川東岸の陣地から排除しようとしていると主張した。一部のロシアの軍事ブロガーは、ウクライナ軍がドニプロ川を渡って負傷者を避難させ、さらにドニプロ川東岸のウクライナ軍陣地に新たな兵員と軽装備を移送していると主張した。ウクライナ軍は10月17日から18日の夜に通常より大規模な地上作戦を開始して以来、ドニプロ川東岸でのプレゼンスを維持している。これはロシア軍の航空活動が増加しているにもかかわらず、
ウクライナ軍がドニプロ川東岸での作戦を実施しているウクライナ軍部隊に十分な補給と増援を行うことができていたことを示唆している。このように報告されております。ウクライナ軍がドニプロ川を渡って負傷者を避難させ、さらにドニプロ川東岸に展開するウクライナ軍部隊に十分な補給と増援を行うことができているのだとしますと、ウクライナ軍の渡河作戦は今後さらに発展し、その奪還地域を広げていく可能性も考えられます。このウクライナ軍のドニプロ川渡河作戦はウクライナ南部の戦況、そしてウクライナ情勢全体の戦況にも影響を及ぼす可能性が考えられ、今後も注視していくことが重要であると思います。こうした中、西側諸国は今こそさらに一致団結し、毅然とした姿勢を示し、ウクライナを支援し続ける、このことが非常に重要であります。1分1秒でも早くウクライナに平和を取り戻す、このことが最重要であります。そして国際社会の平和と秩序を守り抜く、ウクライナの平和を守り抜く、このことが最重要であります。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。ネット大衆紙ブルーカラーをご覧いただき誠にありがとうございます。皆様のおかげをもちまして、このチャンネルも多くの方々にご登録いただきました。誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。よろしければ関連動画などもご覧いただければ幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。